は、カサゴモクカサゴアモクフサカサゴガに属する深海魚。近年、北海道では、近畿の名で広く流通し、旬の時期には、油ののりが非常によく、微妙な高級魚とされている。吉次は、もともと、宮城県での名称。地方名は、近畿、近々、綿目、名船、赤字など。アイヌ語では、クレソイ、中国語では、大金、ロシア語では、 日本列島東部沖各地、サハリンから千島列島のオホーツク海及びベーリング海の深海。日本では特に北海道南東沖の深海に生息する。体は比較的細長く赤い。鮮度が落ちると退色し黄色に近くなる。目が大きく全部にオーブがあり、両目の間隔は狭い。頭の両側の目の下から方を通る長く突出した筋がある。 口も大きい。背びれは、第一と第二に分かれ、第一背びれの後部に大きな黒縁がある。胸びれは大きく、斧のような形状をし、下部は飛行して突出する。魚体の色が赤く、目が大きいこと、体型や地方名が似ていることなどから、金目鯛め金目鯛かの金目鯛と混同されることがあるが、全く別の白身魚である。金目鯛に、目の下の筋はなく、 胸びれ、背びれは小さい。背びれは分かれず、黒縁もない。同じく赤い三鋼目抜けなどの目抜け類がいるが、三鋼目抜けは個体により白っぽいものもいる。メバルは同化別属の魚である。水深150-1280メートルの大陸放射面に生息し、特に水深400から600メートルに多い。 産卵期は7から10月で30万個程度を産む。主に魚、イカ、エビ、カニ、ゴカイ類などを捕食する。北海道や東北地方では高級食用魚として漁獲されている。現在はトロール網や底刺し網などが使われ、網走市では魚体を傷つけにくいハエナワの専業漁も行われている。カレイやタラなどのハエナワ漁の副産物としても取られ、かつては 手繰り網も,も使われた。春は冬。油がよく乗っているため、焼き魚、鍋、煮魚にすると特に美味である。白身で癖がなく、あらゆる料理に活用できる。身は柔らかく、小骨が少ないため、老人や子供にも食べやすい。20世紀の前半はトロール網などで大量に取れて安価であったが、近年は、春が陶器であるために、量の安定性が確保できないことに、 扱う漁師の減少などの影響や近年の燃料価格の高騰も重なり漁獲口が減少して流通量が減少すると逆にマスコミに注目されるようになり水揚げが最も多い北海道沖などでは網走漁業協同組合が釣り近畿を商標登録するなど地産地消の一環でブランド化しており価格の高騰が続いている関東以前では 祝いの席の備え物として、一般的にマダイを用いるが、北海道では、吉次が用いられることが、一般的である。秋田県では、キンキンと呼ばれているが、特に県南部の大仙市では、結婚披露宴の料理に、キンキンのお頭付きをつけるのが、伝統の通例とされ、その、キンキンの大きさで両家の価格が押し量られると、されている。また、三立社は、披露宴の場で、 キンキンに箸をつけることは許されず、必ず家に持ち帰って、キンキンか焼きにして、家族でいただくこととされている。これらの風習は、高齢者の間では当然のこととされていたが、時代とともに薄れる傾向にある。日本では刺身、しゃぶしゃぶ、焼き魚、煮魚、干物、かす漬け、酒蒸し、鍋物、ムニエル、飯寿司など、北海道の郷土料理でも用いられる。 北海道の東部沿岸地域では、茹で揚げ、ウスターソース、醤油をかけて食する、お湯煮の食文化がある。これは、旬の北海道沖で採れるものは、身が淡白で油が非常に多いため、魚からの出汁や油が美味しく、特に味付けなどをしなくとも食べられ、とても美味であるためである。フロス、ライナー、アンドダニエル・ポーリー、エズ、サバスティー・デ・イン・フィッシュ・ブイス、ディセンバー2012バージョン。 渋沢慶三、日本魚名衆欄第2部、P351、1944年、東京、生活者、近畿、網走市、2013年1月27日閲覧、北海道庁編、近々、産業調査報告書、第15関水産業、P279、1914年、札幌、北海道庁、 独立行政法人工業所有権情報、研修監特許電子図書館商標出願、登録情報検索ずり近畿。ありがとうございます。